ここのは元気あり余ってんな。おお。土も空気も魔素が豊富だ。さすがキンバリー。どんな学生生活になるのかね。まずはいろんな魔法植物の栽培試すだろう。研究の中で新種発見とかなったら熱いよな。キンバリーでしか取れない食材で料理を極めるのもいい。いろんなやつが集まる学校だ。そいつらから他の土地のこと聞いたりして世界中の植物について知れたら面白い。うん、やりたいこと無限にあるな。立派なもんだ。たく、気になる植物目白押しかよ。入学初日から遅刻できないってのに。さて、行くか。